はい、それと今回なんですけども、これコパグレですね。こちら、20ちょっとぐらい、僕の包丁はこれ30センチ、27センチなんで、まあ25ぐらいですね、を、お刺身姿作りやっていきます。なんで、まあ、姿作りなんで別に鱗取らんでもいいんですけど、まあ、取って、3枚におろして皮引いてやっていこうかなと思います。こんな感じですね。まあ普通の3枚おろしと同じというかの状態なんで、鱗だけしっかり取っとかんと出てて、こんな感じでいいと思います。でここ取り忘れるところだけしっかりちゃんと取っといて、まあ、なんで取り忘れたらあかんのよ、包丁が入りにくいです。実際めちゃめちゃそこで包丁で全て入りにくくなる、包丁じゃない、鱗で全て入りにくくなるんで、で、エラですね、この枝の下と切ってもらって、上も切る、で上から切って、どうしようかな、姿作りやけど、まあお腹割っちゃいましょう。まあ、今回に関しては僕何も考えないと本番に今さばいていってるんで、とりあえず姿作りにはするよっていうのは分かってるんですけども、どうやって盛り付けようかなっていうのが今あれなんで、このアラをどう置いとくっていうのも全くもって考えておりません。とりあえず綺麗にはしておこうかなと。だいぶさっきまでほんまに本何十分か前まで、これ水槽で泳いでたやつなんで身も全然いかってるんで、いいと思います。まあ、こんな感じでやっといて、で一回まな板洗ってもらって、その間に洗いながら結構いろいろ考えてどうしようかなって考えようと思います。ほんまにこれに関してはいつもだったらどうしようかなって言いながら大体考えまとまってるんですけど、今回は全くまとまっておりません。これでいいかな。ちょっと水分だけ取ってもらって、そうですね、まあコッパとかグレとかメンドレとかって磯の魚なんかしなきゃ、ウロコ取って洗っても絶対こんな感じで汚れ出てくる謎のやつなんですけど、まあいけると思います。だからとりあえずは、残した状態でさばいていこうかなと思います。頭でここの頭のエラのところだけ軽く入れてもらって、よいしょ、これ切り落とせないです、ここの骨で止めてるんで、分かるかな、ここの骨、まあ、この時に締める時にちょっと勢いよくいってたらこの骨落としてる人いてますけど、まあその時は落としたったらいいと思います。落としてそれ用に合わせてお刺身作っていったらいいと思います。こんな感じで、3枚というか姿おろし用のおろし方、僕の独特のやり方ですけど、こうですね、ここまでいって僕の場合はこれを戻します。だからこんな感じで反対側も低くなることないんですごくやりやすい。でこれこうですね、逆包丁入れてもらってこんな感じで、でもう普通に下ろしていきます。骨に沿って入れていって入れていって、で越えて外す、でこれでいってるんで、ここのこのところに、この頭のここのところですね、ここだけ気をつけて入れとかんかったらちゃんとそこたまに割れてくるん でこの時に肋骨を断ち切っていきます。こうですね。で反対側、これさっき残ってたとこ、これ持っていきます。はい、でこれちょっと内臓残ってたんでまた後で処理しておきます。でこの、次この身になった部分ですね、これの処理していきます。これはまあ処理というか普通に腹骨すいて皮引くだけなんですけど、まあ、今向き入ってやりましたけど、まあ、失敗したので向きここで落とします。まあこれはもう大失敗の全、いいレイヤーと戻ってくれたら、入ったらあかんところに包丁入ったん で反対側も同じようにそうですね。で、お腹この辺まで来たらもう実際見えないんで僕はここで落としちゃいます。でこれ、皮引いていくんですけども、どうしようかな、まあ、この包丁の長さあれなんですけど、まあお家でやる時とかやりにくいよっていう時はもう全然これを血合い骨のところで割ったらいいと思うんですけど、まあ、ここは多分包丁の長さもギリギリ届くやろうということで、そのままいきます。こうですね、こんな感じで、まあちょっと失敗してますけど後から修正するんで大丈夫です。反対側も同じように、このグレ、うん、そうですね、このグレの皮というか、グレの皮引きするときは、どんだけ多分綺麗に洗ってもまな板は汚れると思います。なんかこの皮のカスって言ったら言い方悪いかもしれないですけど、
なんか繊維というか、それがよく取れるんで、グレは。で、これですね、この血合い骨、ここを外していきます。こんな感じで、で、反対側も同じように、ここですね、でこっちも同じように取っていきます。こうですね、ちょっとウルフついてたんで、これだけちょっと汚いんで洗っておきます。まあ、パラパラとペーパーの上でしっかり置いておいたら問題ないんで。でこうなった時に、このアラですね、まあ、アラもそのまま使うんで今日置いておきます。でまな板洗って、グレとかっていうのはどうしても糸臭いお魚、磯魚なんで多分匂いがだいぶつくと思うんで、しっかりまな板だけ洗って、で水気切ってあげたらもう十分大丈夫だと思います。で、お刺身やっていきます。で、今日のお皿はこいつと、よいしょ、このグレと、で、ケトオーバと、ケトオーバとレモンと、やっぱりこれ使います。タイヨシ使って、踊らせていこうかなと思います。そしたら、ちょっと今日はこれ、お皿ちょっと反り返ってるやつなんで、ある程度だけ固定したいんで、ちょっとだけ剣引いといて、先に土台作っていきます。でこれですね、ちょっとウロコついてるんでまず取っておきますけど、でこれは、アジかなと同じやり方でいけるかなと、こっち側の腹側の背びれより下側で刺してもらって、この状態で、これを持ち上げてきて、この先をこのままここへこめかみへ行くように刺します。まあ、ちょっとやっぱり背というか長さが足りない魚なんで、ちょっとだいぶこんな感じで不格好になりますけど、無理やりやります。あ、切れたな、切れちゃいましたね。これやっぱり力なかったんで、ちょっとやり方変えます。こういう時はもう食べれないので、ここはもう失敗したって思ったらすぐ別の方法でやってもらったらいいと思います。これちょっとだけ剣引き増やして、でここのとこにこれ頭を置きます。よいしょ、安定させます。で反対側も同じように、まあ V の字みたいな感じですね、剣で。よいしょ、またこれちゃんともっと立てたいんですけど、まあ爪楊枝はないんで最悪これぐらいでいいと思います。まあさっき失敗してるんでよく折れてるんですけど、よいしょ、こうですね。でこの時にこの真ん中だけちょっと隠しといてあげたら、そんなに汚くはならない。で、これ。オーバー引いてもらって、で、ここのところに、この身ですね。見やすいようにちょっと全部溶けてきますね。これで、身のところを、どうしようかな。まあ、平づくれで1個。2巻、3巻の先っぽ切るんで、これで4巻ですね。これ、ここへ入れてもらって、であと残ってる身が、この背1本と腹2本かな。これを、その空いてるスペースにうまいことはめ込んでいったらいいと思います。なんか、空いてるスペース、このグレの、お腹の身、まあ、このサイズ、コッパグレなんで、ほぼほぼ。これはもう削いでもそんなに関数取れないんで、後でまた別の切り方します。でこれは、どうしようかな、これももう平作りでいって、2の3の4巻平作りにして、こっちへそのまま添えてもらって、でここ空いてると思うんで、ここにあえてもう1個オーバー打ってあります。でこれやっぱりどうしてもグレー、コッパーグレー、身薄いんで、まあ僕失敗してるというのもあるんですけど、これ、飾り包丁1回入れて、まっすぐにプスッと、2巻でいいと思います。こうですね。こんな状態。で、これをここへ添えてあげて、でちょっとスペースがまだこの辺空いてるんで、まあレモン奥もあるんですけど、ちょっと失敗したなと思ってるんで、こんな感じである程度寄せて中心へ。で、レモンどこかへ添えてあげたら、この辺添えてあげたらいいかな。こんな感じでいいと思います。まあ、ざっとですけどね。
はい、そしたらこんな感じで、ちょっと、OK。はい、したらこんな感じで、ざっとコッポグレの姿作りのご紹介となります。以上です。